でもリーサルカンパニー、わかります？これ。リーサルカンパニー。おもろいやつね。で、今回は、はい、今回は、楓さんだけ、はい、初めてで、ローレ何回ぐらい宇宙行ったことある？俺は1回だけかました。星川は？1回だけ。よし。このゲーム、ちょっとネックがあるよね。ネック？何がネックなの？ネック、ちょっとなんかこう、わかんないじゃない、この。あ、そう、ターミナルの英語読めないんだよ。そう、わかんなくてさ。じゃあ、いるくない？今回は。そう、今回はね、今回あれだから、君たちの入社試験だから。そうだね、まあでかいよ。あ、そうそう、今回カナエカンパニーへの入社試験なんだけど、ホッシーがいるでしょ。そう、ホッシーがいるから、うちらには。ホッシーからさ、日常じゃない。まあ、とはいえ、いい子、はい、星川の英語レベル5歳ね、ちなみに。ああ、よかった。5歳の英語レベルがあるっていうのが、5歳ね。うん。ああ、ふざけない。僕もまだ生まれる前、お母さんのお腹の中、僕の英語レベル。バブフフフ。生まれて。じゃあ、いきます。最初の惑星にもう早速行きますね。今のとこは全然社長はいい人そうだけどな。なんかブラック感はないやん、ぶっちゃけ今のとこ。建物の外に置くね。オッケー。おー、でももう夕方になるよ。もう確かに危ないか。 GG G、 オッケー。あとね、これもある。あ、もう持ってない。ご判断を。一回帰ろう、一回帰ろうか。じゃあ4時だし、一回帰ろう。生きてるのがでかい。そうそう、やっぱね、生き続けなきゃいけないから。そうよそうよ。もうガチ攻略班みたいになってる。待って、水やばい。大丈夫、落ち着いてね。水やばい。深いところに行きすぎないようにね。2人は？あ、やべ。やべ、どこ？真ん中深すぎて死んだ。倒れ、カナエ先輩。これ死んだ？ちょっと。シップ戻ってきて。ちょっとやばい。来て。やばい。ちょっとやばい。おもろいもん見せ。ねこっち向いて。おい、怪獣。社長死んだ。怪。回収して回収して社長、こう思ってるから。誰かにこき使われる人生終わりだ。待って、社長がさ、結構さ、持ってない。下に持ってく。え、そうだよね。下に持ってった方がいいよ。いいよ。これを登録したら足元に落ちてる。もろもろは足元にある。ローレン、死体があると蘇生人だったけど。まとめて売りに行くんだと思う。多分ジャンプできないよ。社長持ってけない、これ。そこに乗ってる。掴める、これ。はい。あ、待って。進んだ。社長置いてけ。あ、もう浸水してる。あれはもういい。もう無理や。あれ無理や。社長に全部持たせちゃったよ。社長何してんのあれ。マジ。僕はね、結構ソロでもやってんだよねって言ってなかった？聞こえてんだよな。聞こえてんだよ。聞こえてんだよ。で、これで評価が見れる。はいはいはい。先生も死んでるわ。やったー、星川優秀だ。おお、いっぱいもらってんね。よしよしよし。一応戻ってくるぞ。どうやら一人目の僕がやられたようだね。で、これまとめてこの右クリックすると総額がわかるよ。もう123か。もう130届くじゃん。そっか、3日間で集めたらいい。優秀すぎるじゃん。優秀だね、一人以外ちょっといった。じゃあ行くよ、次。待って、なんかちょっと話聞きたいことありますか？どうしたえ、ごめん、ほんと石田のおっちゃんみたいになってたよ。振り返ったら死んでた。振り返ると死んでるんだよ、お前。僕無線ないから、もうこれ今から3人でやって。じゃあ行ってくるわ。は、何言ってんの。待って、やっぱエゴイストやん。え、どこ行った。ここやっぱ単独行動。あ、さっきと同じね。僕結構ソロでやるとか言って、多分ソロでしかできないんじゃない。エゴイストすぎてやってくれないでしょ、誰も。
決勝か決めていきましょう。エレクトって引きます。待ってごめん。なんか、撮れ高 TV やん一人。待ってやばい。もしかしたら道やばい。待ってこっちやばいな。ちょっと何も見えないすぎる。うわあ！それのガスト持ってった。すみません、社長がうざいです。報告、社長がうざいです。あ、ちょ、逆行って逆行って。待ってねえ。ねえ、もうねえ。え、待って、めっちゃある。待って。あ、好きや、好きや。待って、もう一個鍵あった。あった。熱い。ありそう。ある。あ、めっちゃある。あ、待って、このね、これが、この工場を支えてる電力なんですよ。で、これ100円ぐらい超えるぐらい高価なんですけど、これ抜いちゃうと明かりが全部なくなるんですよ。ここ鍵。金井さん、社長、仕事できた。社長、これ行こう、社長。もう最悪の。嘘だよ、もう。待って何言えんの。待って、金井先輩、それないと何も見えないよ、うちら。やばい、あいつ出てる。さすがによかった、近くにいて。あぶねえ。なんか、足元なんかあるよ。なにこれ、青い笛。なにこれ、ガリオじゃないよ。エアボーン、ある、エアボーン。パー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 。あ、そう、鳴らしみ。はいこんな、ごめん、スムーズなの俺やったことないけど。蜂の巣探す？やることないやん。蜂の巣探しみる。蜂の巣、この、こいつら深いもんね。あ、じゃあちょっと生態見とくか。蜂の巣のね。あれ、これ蜂じゃないの。今何これ、星川なんて書いてある。星ロール、星川のロール今何、ロール、ロール、ペーパー、ロール、ケーキ違う、パンナちゃん適当でいいよ、多分それ。怒った。うわ、やばすぎ。雰囲気でいいよ、雰囲気で。雰囲気でいいよ。ポサポサ、ハエです、これは。ハエ。あー、もう一番うまくいい。いいよ。もう僕らがたどり着けなかった領域まで来てる。ステイクロス。蜂じゃないんだ。めっちゃネイティブ、まずい。そんなネイティブなことある。すごっ。害のないハエで光に集まりますって書いてある。おー、すげー。すげー。おい、センター試験かよ、なんだこれ。論文みたいに来た。リービング違反あり。あ、社長無言やもん。社長無言やけど。待って、2ページあるんだけど、どういうこと。待って、でも近づいたら攻撃してきちゃう。おー、あ、そうなんだよ。あ、そうなんだ。ちょっとこんな長いの読めません。ラドフィがどうなってもいいのか。水の近くでなんかするとやばいみたいなこと書いてある。なんか、あ、そうなんだ。溺れ、そう書いてあった。いや、多分強くなるんじゃない、なんか、わかんない。もうすんごい量あった。え、やばいでしょ、見た、3ページぐらいあるでしょ。第1章3節ぐらいまである。うん、何もわかんない。蜂なんてわかるでしょ、みんな。蜂だから、ただの。蜂はそういうもんや。そういうもん、うん、こんな感じで、あの、マジ。いいな、もう最初。まあ、いい時間。あ、え、わ、キモ。これ蜂じゃん。蜂の巣。やばい。俺、下にある。この船の下。なんで取らないの？だってあいつら取り。いけ。ナイス。なんでこっち来るんだよ。なんでこっち。なんでこっち来るんだよ。やばい。ワンデッド、おもしろい。
あの蜂の巣を取ったせいで全員蜂に狙われてる今一応ここでわかんの生きてるか死んでるか、うんうんうん、ここでカメラこ の, あの左の、うん、なんて灰色の方のボタンに終わるまでわかんないよねその人が死んだえ一応ねこのモニターで動かなくなってえ待って待って待ってゆきさんが帰ったえ出発してねそれ普通にじゃあなー誰を渡すこれしまあある意味良かったまであるこれやばいやばいこれやばいこれやばいあれマジでどうやら二人目の僕もやられたみたいだねえ生きてた違うよ蜂に襲われた死んだ死んだ蜂の巣取ったらあいつらめっちゃヤバくなるわでもさっき説明なかったなそれなんか説明なかったな押川が悪いってことねえいやそんな言ってないけどそんな言ってないでこれ回収日なんで売りに行きましょうみんなではい売ったことない人いますはいこれ先輩あこれなんか全部運んで連打してください、うん、めっちゃ連打してくださいじゃないとなんか起きないんですよねおお連打 OK? めっちゃ連打する感じで樋口さんえ樋口さんハンドベル、はいはいはい、ハンドベルやってたよねハンドベルやってましたあじゃあもう樋口さんだ樋口さんがリングベルってのをもうできるだけ連打するみたいな感じですねリングベルねリングベル早く連打する感じですできるだけ連打早くするとやっぱローレンだからねこれやったのローレンだからねめっちゃ痛っいや見てるからねいや違うみんなやってることあったのに見てるだけの同罪よ星川さん何が起こった今知らなかったよ知らなかったよ星川お前最悪だなガチでやばいガチでやばいあ一番こあやめてあえぐいあえぐいっすありがとうございますありがとうございますそれこれぐい指ぐい指ぐいいやお前でワンちゃんいけんのかなって言うさんたらなんでハンドベル上手だったからまずい電池がバーサーとしてないよローレ今何時今で1時間になった死んだと思った絶対死んだ何ビビってないうん、ビビってない腕脱臼したかと思ったやばいせめてスキャンしとくさよならこれ道わからん最悪すぎる終わりじゃねえはい閉めてナイスこれが限界だうまガチでナイス社長は社長はだから死んだっす死んだっす普通に社長めっちゃ死んでるっす一回も生き残ってないやったー待って優勢なんだけどうまいねういガチなんもないまっすぐ行ってみたらなんかないいやねロックなんだよねこれ鍵俺の目の前はそうだね鍵のいる部屋かそうそうだからね入り口入って右側しか進めないよ鍵入り口持ってくわ OKOKOK スライムどうするねえスライムこれきついねどうしよう動かすしかないなドア開けようねスライム行くよいいっすかじゃあ行くよどうぞどうぞどうぞカーペットやちょっとやばいやばいローレンバカ何してええ死んだかちなみにごめんけど二人が生きてる保証はない待って行くわもうやばいかも生きてるわやばいこれやばいかもあーこれやばいなローレンそっちに引っ張ったくねわかった見てるだけやめてやばい金属製だこれふざけんなマジでローレンかなローレン早くふざけんなマジでこれ何これローレン分かんない触んないマジで触んない触んないオッケーローレン早く入ってきて映画みたいやばいアニメみたいな死に方したやばいこれ金属製だってローレンスライムジャンプで手すりに乗ってなんとかできないうわ
めて飛び降りエグい普通にでも多分もう木口さんしか生きてないわやばいこれもう普通に帰るか何も手に入れれなかったいやひどい今の IGL が悪い何も手に入れれなかったっす蜂の巣もいらないいやスライムずるすぎ蜂の巣をずるいずるいますかヒルさん安定志向だな死んだいつでも自分は帰れるとこいないカナエ先輩行ってらっしゃいとか言ってあなた何人目のカナエさん俺戦う女の人じゃん。おお、なっちゃった、死ぬ。おお、熱い。やばいやばいやばい。待って、待って、それやばい、それやばい。やばい、やばい。これ、これやばい、これね。これね、これロスト、全部ロストじゃない、これ。これ全部ロストです。これ、締めんの大変だ。ね、俺、かなえさんから渡された鍵で、カメラ来てきた。ねえ待って、はいはいはい、どうした？挟まった、挟まった、助けて！なんかどうなってる今？なにこれ？これ何？挟まってるんだけど。どうなってるこれ？一人ふざけてるやん。ヒグさん来て、ヒグさん来て。こっちここ。これキャラコンなんですよ。これ右クリックすると、あそう、これ見えるでしょ。ここに照らしててください、ちょっとも。おお。いやあ。ああ、かなえさん。ここ。勢い上。もうちょい考えてからいかな。本当に105回目ぐらいの勢いで。ランニングコースぐらいの勢いで行くやん。やばい、何も貢献できてない。最終。ローレン。死んでるわ。あの二人が死んだってことはなんかいますねじゃあ何かなんもおらん落下死の可能性ないですかこれ時間ない持って帰らないと急いで頑張れ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 この日で終わらせるわけじゃないいけるかあそっから飛ぶんやうまいうまいうまいロックされてる鍵取ってくるわさっきやった場所のマッキャラコ樋口さんを追う形で死んでたローレンに声聞こえてんのかこれ私聞こえる樋口これこれ落ちるぞ落ちるぞ落ちるぞ聞こえてないんだ落ちるぞこれ絶対ここで落ちて死んだでしょ二人ともやばいこれうまっおいこれ自分の扉の前にわあこいつは多分あれだ見てれば動かないタイプだうんそんなタイプもこっちかこっちかはいはいはいこの部屋探索しようはい、オッケーですない、何もえ、こんなでかい部屋で一個もないことあるあ大丈夫、こいつは見てれば大丈夫だから見てます、見てますあもしかしたら、僕が見てるから先行ってよそれはそうそうついてる戻んなちょっと戻ります戻りました切り替えやめてうわ、これ怖っそいつ何やばい不利だよこれやばい首だやだ首になるやめろ今聞こえる聞こえるじゃあローレン招待し直すよ一回一回落ちて落ちてるうんあエルスター来たあ来たやばいのやばいのあやばい、いや、樋口さんの落ち方が先行。いや、でも、私は照らしてあげてたよ。ねえ、めんだん、えんねみんのめんねん。かなえ先輩、もう一回招待送ってほしい。星川さん、こっち来て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 、で、上見て、ほら。お前ら、マジ come on
ドラえもんさん捕食されました。多分死んだね。まあ、ちょっと俺さすがに大先輩の遺体は回収したいんで。ゼロだ。ああ、武器さん。足元に落ちてるからそれも拾ってあげて。ご遺族に届けよこれは。こんな状態になっちまって。私はそれなんか。こいつ。ビリビリ言ってる。笑顔で帰ってきてくれるはず。優しい。あ、よかった。いい人すぎる。社長あったかい。社長ソロだとうまいな。ソロになったら。やっぱソロの方がいいんじゃないか。ソロなの社長。社長。ワンオペやって。うますぎるゲーム。一応ついていきます。これいけんじゃない？雲当たんなくていいんだったらこれこう。あ通れる。あ確かにそこ通れるかも。あそこ通れるわ。通れるでしょ。絶対いける。あ、これあかんかった？あかったか。ローレン？みんな終わってる？え、ごめんけど終わってる？ガン逃げま？みんな。じゃあ僕持って帰るわこれ。ありがとう。いやこれ当たるくねでも。これまずくね？あ、じゃんけんする？じゃんけんしよう。じゃあこの何もこの立った状態ただの立った状態がえ、グー。うん。で、これ。オッケー。やかん結構いい。これパー。オッケー。パー、オッケー。オッケー。です。いくよ。グー、チョキ、パーね。はい。オッケー。いくよ。はい。じゃんけん、ぽい。ああ間違いだ。やばい！デラオさんが待って。ハル先輩？ハル先輩？多分今なんか
見殺しにしたのか。壁に追い詰められて仕留められる。見殺しにしたのかよ。あんなにそばにいただろう。助けてやれただろう。なんで逃げ遅れる。俺は手が届く距離にいなかったよ。手が届けば助けてたよ。あんな近くにいながら逃げる方向が。あ、帰ってきた。あ、ごめんなさい。なんか雲にやられてそう結構結構衝撃映像だったこっちからすると出口どこだっけ出口はそれその部屋を左でそこ直進して右直進右結構直進した先の右星葉どこ行った？あ、確かに。え、出口はそれその部屋を左でそこ直進して右直進右。星葉どこ行った？あ、落下死だ。死んでる。落下しました。残り撃ったら有料島行けるよ。え、行く？行ってみる。だって行ったって言ったって一旦全部撃って行ってみる。これ僕が一人で来た有料島やね。なので今回はでもみんながいるよ。行ったっちゃおう。社長肩震えてますよ。僕一回だけここに来たことあってね。社長のこの姿見たことない。行くよ。はい。うん。すげえ。なんかご押しゃんじゃん。地雷ある。あった。地雷あるよ。右。オッケー。オッケー。それいくら？金もらった。地雷。うわ、垂れてるわ、垂れてる、垂れてる。やめ。あ、こっち見た。今いった。ワオ！多分死んだ。ナイスナイス。ローレ死んだ。大丈夫？死んだ。ナイスナイス。何やったの？マジです、マジです、マジです。あの、撃たれた。オッケー。あんな可愛い。そんな濡れてないやろ。あ、すげえ足跡があるよ。辿って帰れるじゃん、これ。このゲームこんなおもろいんや。なんかさらにおもろさを知ったわ。雪なのか、埃なのか、雪。なんかお面、お面がさ、うん、顔から離れなくなったんだけど。え、うわやばい。え、カナさんどういうこと？わかんない、お面に食われた。はな、なんかカナエ先輩やばい。やばい。やばい。嘘でしょ。え、社長？ジョジョだよ。時間が経った時に、はいはいはい、ああ言うこと聞いた。なんかもう飲まれた。怖え、なんだあのアイテム。左クリックしたらあかんぽいってよ。ああ、そういうことか。ドライヤーのノリでね、おっしゃったのかも。はいはいはい。うわぁ！びっくりした。やばい、死んでるみんな。ちょっと待って、これうちら帰れへんくない？どっ、あ、何やってる？ねえ、溺れて死んじゃう。え？え？待って、え？いる？ここどこ？ここどこ？なんで？やっつ！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 これで帰れたら熱い。これミステリー判断ができるかどうかじゃない？やばい、やばい、即ミステリー。ミステル判断できんのかなって心配してたらもう別にこうだったわ。一瞬も迷う瞬間なかったな。みんな死んでるみんな死んでるかをチェックする前に発信させてたけど。まあでもナイスか。お金足りる？ガチでナイス。ナイスナイス。で足りるか。いや、なんであと100か。
ちょっと待って、一旦話して。え？え、あ、俺先輩！なんで生きてんの？下に陸があって。奇跡ってこと？一回死んだんだ。奇跡起きた。帰ろっか、二人で。死ぬ時一緒。帰れねえ、帰れねえよ。帰れないよ。帰れないんだよ、もう。怖いものなんてない。ストーリー作ろうとしてないから、ね、感動プラストみたいにしてない幸せに死のう。え、怖いもんなんてないね、死なら。うん、でもやっぱ怖いよね。怖いよ、怖いよ。やだ私が止める。まだ働く、まだ働くか。わてなついちゃった、ね、帰るか、船に。3回行動ぐらいしてない？な、今3回目？私今日、ぶっちゃけ。私3回目。あー、全然でも。私からも3回目。できんからもうそこよ。明日1戦目。一戦目ね、明日。うん、明日麻雀ね。あー、そこ1戦目なんだ。3回行動からの明日1戦目。こっち向くから、こうやって、うん、カンパニーにまだ残りたい人はこの後ろに立ってて、で、2時3時に帰りたい人はもうこっちに。はいはいはい。あー、オッケーこっちね、オッケー見なかったことにしてない？みんな決まった？もう見なかったことにしてるよね、やっぱ。決まった。振り返っていい？振り返っていい？いいよ。もういいよ。これ行くんじゃない？思ってんねんけど。振り返って大丈夫？オッケー、ラスト行こう。いや、そう。解明するまで行こう。いや、待って、時間、明日早いでしょ、だって。ちょっと一戦目きついよ。一戦目早くない？だって時間。11時ぐらいだけどね。よし、じゃあ行こっか。本当に大丈夫？うん、大丈夫よ。本当？大丈夫だよ。ブラック企業だったっぽいな。やっぱブラック企業だったっぽいね。もうやめるか。転職しよう。あれ、社長。ああ、どうしたの？なんか転職とか言ってなかった？いや、言ってないです。あ、言ってないですか。ローレン？この仕事が転職です。転職ね。あ、なんだ。なんか。黒いなぁ。これ渡れるかい、先輩。俺見てる。いけるよ。あ、入った。このコンボ。無理だろ。見たく見たく。セットアップじゃない？こっちまで来てんな。早くね、こいつもうこっち来たよ。やばいわ。あの先輩来てますか？あのセットプレイは。帰る先輩。待って。なんでその危ない足を当たった？無理だろ、あんなの。無理じゃろ。みんな。石川さんの部屋地雷ね、右角。正面玄関持って。大丈夫。やばい、生き止めないぐさ。これね、そう、電気なんだよ、これ。だから
いい。もう行こう。もう取ろう。もう行こう。井口さん生きてるよね、まだ。もう一個あるよ、もう一個ある。電気同じ人いる。大丈夫だ、チルチル大丈夫なんだから。そう、そう。頑張って。よし帰ろう。助けて。よし分かった。助けをまっすぐ進むんだ。いやストップだ。私が次いいと言ったらまっすぐ進むんだ。よし来た。走れ。走って逃げろ。走って逃げるしかない。走って逃げろ。どれにやられた？暗すぎてわからんかった。目の前恐竜。目の前。倒してきて、倒してきて。頑張って、頑張って。いや、もうちょっと待って、見してんの早、見してんの早。待って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 、走れない、体力ない。ふう、危なかった。おい、閉めてんじゃねえよ、お前。音出さない、もう喋んない。もう喋ったとしても ASMR で。わかった。喋ってる声も音判定入るらしい。初心者なんだよね、一応二人とも。それもう。いや、今話よろしい。そう、だから笑っちゃダメなんですよ。静かにしろ、静かにしろって言わなかった。静かにしろ。俺いけるかな。静かにしろ。なんで一人残さないんだろう。カチカチもやばいの。カチカチすらやばい。もう結構夜じゃないこれ。入る入る。巻いてる。ローレン爆逃げるです。え、死んでない。死んでないことに驚いてる。今2000万買うからいいとしてごめんね。星川なんかた勇敢だなこのゲーム。うちの友達に何裏切ったの前。3体ぐらい、3体ぐらい、3体ぐらい引き継いだの。いいよ、3体もいなかったって。1体しかいなかったって。うわ、持って帰れた。やだなこの感動の最生存でこう喧嘩しながら。持ちきれなかった。お前のせいで。いや、お前のせいなのみたいな。何で言ってんの。お前が勝手に。俺がレイト管理したから生きてたんだもん。何をどうやって。ふざけるの。俺が引っ張ったの。ひどいよ、こんなの。ふざけるの。なんだその対抗。俺のせいだよ、この命。いや、ちょっと待って待って待って。いい加減にしろ。社長、社長、判断お願いします。社長、ちょっと逃げてったよね。よね。あいつ首だってどう考えても。今いくら乗るもん。92。痛い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 。やばい。やばい。死んだ。これ売れるらしいから売ってみよう。え、売ってみましょう。いくらになるんだ。バイバイローレン。ローレンが抗ってる。めっちゃ縦社会。バイバイ。いやいや、ゲスマローレン。社長のゲスマンしてるからだよ。やばい。怖っ。かなえさん、服が血だらけだよ。え、嘘。うん。変えよう。どう？また血してる？血つくの？俺らの帰り血で笑ってる。待って待って、怖いんだけど。どんな会話だよ今の。あ、待って。エサ右。まっすぐ。そのカボチャを右回りしたらアイテムある。待ちなさい。俺だって理想を追い求めてたら世界は変わんないんだよ。はい、あんた締めたい。なんでだよ。守ってて次はお前を殺す。絶対に誰も入れない。俺はこのシップに誰も入れない。クソガキ。私の死体は絶対誰も入れない。入ってくんな。ナイスナイス。これ見とけ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 。でもこれがいなかったら生きてないからね。これって言うなよ。絶対死んでた。蜂の巣別にあそこでどうしても必要なわけじゃなかったからね。
いや勝手に拾った、いやあんたが勝手に拾ったんでしょうか。これ蜂入ってくる、蜂入ってくる、蜂入ってくる、働き行け、あえてもおっきょうに危ない、帰れ先輩、そんな帰れ先輩、帰れ先輩になったら帰れ先輩の顔で口だけか、うわ口だけだ、帰れ先輩、帰れ先輩口だけか、しかもカナエ先輩だって帰ってこれないからね、これ。カナエ先輩はどこにいんの。カナエ先輩は誰かがヘイト買うしかない、これ。グーチョキパーね、じゃんけん、そうだよ、入ってこい。今から何か来る、絶対に開けない。開けて開けて、一瞬開けて、あー、なんていや、その出発して、出発して、出発して。オッケーオッケーオッケー。もう、社長見殺しにしちゃったよ。お前のせいだよ。やばい。え、もしかして、死んでる？首が死んだのか、死んでる。ボロボロだよ。そうね。なんかこれでなんか、なんか叫んだ、やばいやばいなんか気がするな。こっちで、あこれか、まあ見るわ。ちょっと見といて。見てる見てる、俺ずっと見てる。2匹いるわ。2匹、俺こっち1体目見てる、1体目見てる。待って待って、それまっすぐ行った、僕2体両方見てる。いいよ、ロイ目離してよ、2体両方見てる。ジラあるからね、後ろ。オッケー、ジラある、了解。星川死んでる。いきます、せーの。オッケー、ナイス。で、多分樋口さん行かれたっす。オッケー、帰ろう一回。あ、でも帰ってるっぽくね。あ、帰ってるわ。帰ってるね。カウンターすぎる。星川が帰ってきてるよ。みんな帰ってきた。じゃあ、あれってろ。え、うまくね、なんか俺ら。めっちゃうまかったね、スライムと人形みたい。置ける？置けない。置けない。ああ！二回しか押してないよ。社長！ええ！ええ、何やってんの？ダイビー。もうなんで？え？998円今。おおおおおおで、うちらすごい。いや、一応あれ買いますか。やば。やば。脳汁、脳汁。1000円稼げるようになっちゃったじゃん。一旦これで取ろう。まあでも今日はここまでかな。あ、でもね、そうね。そう、時間的にね。あつ、こ第3ウェーブぐらいまで生き残って。3人とも正社員として。え、採用なんすか。うん。3人ともちょっとカナエカンパニーの社員としてこれからは週1で最低でも宇宙に来てもらって。はい、週一、はい、うん、はい、じゃあじゃあまたね、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした。